Oh,
しほりです。去年フェリーで名古屋遠征に行った時にヤバトンに行きました。私は味噌カツ定食を味噌抜きで頼みました素材そのものが好きです。しほりです。本日は天野しほり生誕祭、食わず嫌いは損してるにお越しいただきありがとうございます。はい、本日は大好きなアイドルさんに出ていただいて、皆さん声を出演してくださいって声をかけたら、よろしくお願いしますと言ってくださいまして、2度目の生誕祭なんですけど、予約特典も作ったりして、すごい今日は楽しみに待っていて、私今日当日が誕生日で、当日にこんなに大勢の方に祝ってもらうことないので、すごいドキドキしてるんですけど、皆さん紫の金ブレとか T シャツだったりもありがとうございます。私の生誕祭の今年のタイトルが食わず嫌いということで、皆さんツイッターの私のフライヤーの画像を見ていただいた方たくさんいらっしゃると思うんですけど、私の写真の周りに載ってる食べ物は全部私が嫌いなもので、苦手なものたくさんあるんです。で、一回アイドルさんに、あれ好きなものなのかと思って当日買っていこうかと思ったって言われたんですけどそうなんです、嫌いなものなんで、ぜひ私の嫌いなものを知ってくださいそして今日出ていただくアイドルさんは本当に大好きな方々なので、最後まで見ていってくださいよろしくお願いします